まあ進んでいるとは思いますけれども、ええ、そうですね、あの学校なんか、まあ子供は小学生なんですけどもね、いろいろ PTA の行事なんかも、お父さんなんかも結構出てくるように、私は見受けられます。あんまり進んでないと思います。そうです。はい。その男女共同参画っていうのは、どういう状態ならそうなのかっていうのが僕自身がよくわからないですね。そうですね。まあ、会社の中では進んでると思いますけど、ええ、男の方の意識が出てる。まあ、それに対して女の人が、じゃあそれに応えてるかっていうと、それはちょっとまだわかりませんけど。浜松市では平成15年4月に男女共同参画推進条例が施行されました。この条例は全ての人が性別に関わりなく個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を掲げています。私たちも一人一人の問題として考え行動していかなくてはならないものだと思います。今回はこの男女共同参画についてご紹介しましょう。こんにちは。今日は男女共同参画のお話を伺うために企画部次長で男女共同参画課長の鈴木敏子さんをお迎えしました。鈴木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず簡単に男女共同参画推進条例についてご紹介しましょう。このようにパンフレットもあるんですけれども、基本理念としては性別による差別的扱いを受けることなく男女が共に尊重されて責任を担って社会を築いていくことが挙げられています。そして第4条から10条までは一般社会で取り組んでいかなくてはならないことを挙げています。また第11条以降に関しては市が、だから今回は男の子も妊婦さんになってもらって妊婦さんの気持ちを分かってもらう、女の子にもまた違う、ね、ことをしてもらったらお互いのことが理解し合えて、個性も生かしながら自分が、お互いにやりたいことをやれるような、新条件、そして周りの環境というのがこれから必要だと思っております。今日こういう体験をしてみてどうでしたか？将来に役立ったらいいなって思います。そうですね、やっぱり中学生にとってもいいと思うし、この子にとってもすごくいいと思うので、どんどんこういうことやってほしいなと思います。浜松市では男だから女だからといった規制概念の枠を外して仕事を選択し、生き生きと頑張っている方がたくさんいます。そんな皆さんの仕事場を訪ねてみましょう。福岡大吾さんは静岡県で初めての男性の家庭科担当の教員です。もちろん料理も裁縫も教えます。高校3年生の時に妹弟と3人で家事を分担したことから興味を抱き、家政学部に進んだ福岡さん、男性の家庭科教師に生徒たちの反応はどうだったんでしょう？一番最初の紹介していただいた時にどよめきがやっぱり体育館一面に起こって、はい、でこれで本当に自分がやっていけれるのかなって心配だったんですけれども、一番最初の授業に行った時に、そうですね、生徒の反応は別に何も変わらずに普通の先生みたいな感じで受け入れてくれて、すごい生徒に救われて、あ、自分が考えてた不安なんてとんでもないことだったんだなっていうのが正直な感想ですね。じゃあ家庭科教員をこうしていらっしゃって、はい、一番こう良かったなとか、いやこれは楽しいなって思うことは何でしょうか？そうですね、普段は実はあんまり勉強好きじゃない子がすごい調理実習を一生懸命やったりだとか、意欲的に目が光って、あ、こんなこともあるんだ、あんなこともあるんだって、すごい知的探求心が増えてくるっていうんですか、自分の身の回りのことですからね、
そういったものに対してものすごく一生懸命になってくれる姿を見れるっていうのがいいですね。まだ男性があまり進出してない分野に進んでいきたいっていう皆さんにですね、アドバイスがありましたらお願いします。自分がやりたいなって思ってることだからこそ頑張れるし、一生懸命になれるし、そしてやりがいがあることなんだと思います。悩んでるくらいだったら実際にやってみた方が一番いいんじゃないかなと思いますね。男の家庭科の先生としてね、どうなんだろう、初めは結構あったのかな。いや、授業受けやすいんで、別に女の先生ともそんな変わりなく抵抗はないです。いろいろだろうね、本当いろいろ、なんか話しやすいからすごいなんか、自分からいっぱい話しちゃう。男子が家庭科を習ったり、あと家で料理をしたり裁縫するっていうのはどうですか。これから男性もちゃんと家事を女性の人と分けてやっていかなきゃいけないと思うので、そういう点ではいいと思います。男性も女性もそういう差別なしに家事とか、洗濯とかは手伝った方がいいと思ってます。やっぱり家事は女の仕事だって昔は言うわけじゃないですか。それがやっぱりそれだけじゃやっぱ違うかなって、 今の時代では平等かな、やるべきかなって。でやっぱり自分が育児をするっていうことで考えたら、旦那さんとかともやっぱり楽しいことを半分で、大変なことも半分で一緒に協力してやっていきたいと思います。山下真理さんは静岡県で救急救命士の資格を持つ女性消防士5人のうちの1人。中学3年生の時に経験した家族の入院をきっかけに医療の道を志しました。救急救命士というと、やっぱりハードな仕事というイメージがあるんですけども、どんな仕事内容というふうに教えていただけますか。一般の方いうからですね、もしお腹が痛いとかそういった病気、なんか急病が発生した場合に、消防の方に119番通報が入りまして、そのご自宅に駆けつけて、病院に搬送します。救急出動がない場合は、事務所で報告書みたいな事務処理をこなして、あとは空いてる時間に救急の訓練、あとは赤い車の方たちと連携した訓練を日頃行ってます。やはり男性が多い職場ですけれども、女性としてこうして働く中で感じることとか何かありましたら。一番感じるのはやっぱり体力面がどうしても劣ってしまうので、それをいつもどう補うかっていうのをいつも考えて仕事をしてます。もう緊急事態の現場に出てしまうと、もう私はできないとかってそういうのは言ってられないので、なんとか頑張ってやってます。逆に女性だからこうできる部分とか、救急現場でやっぱり若い女性の方とか、そういう場合は男性の救急隊員の方よりも同性として見てあげるのが一番いいなと思います。確かにこうちょっと安心したりするかもしれませんね。これからまだ女性の数が少ない職場を目指していく皆さんにですね、いいアドバイスがありましたらお願いします。はい、自分の目指すものが、仮に女性が少ない現場であったとしても、ちょっと特殊な仕事であったとしても、それ諦めずにどんどん挑戦していって頑張っていってほしいと思います。男女共同参画社会と言葉にすると固いイメージになりますが、男女という前提を取り払って、何々さんは何がしたくて何が好きでどんな人かと個別に考えていいということなら難しくなさそうですね。男女共同参画社会推進については国の法律が基本というお話がありましたが、では他の市や都道府県、他の国ではどんな様子なのでしょうか。広くご活躍されている専門家のお話も伺ってみましょう。人材能力育成プログラム開発や育成環境開発、女性人材育成への取り組みなどで活躍してきた陳須賀さん。
女性、人権に関わる研修や講演で全国を飛び回りながら、人権問題の審議委員や大学教授も務めています。アイホールが男女共同参画推進センターへとリニューアルをしたのを記念に、新さんの講演会が開かれます。小さはあります、うん、あるけれども、でも全体的に底上げはものすごくされましたよね。年齢的にもね、劇的に全ての層が変わってきたのね。でね、この間見たね、ある十和田市っていうね、青森の方なんだけども、そこではね、男の人たちが全部出てきて、男の人がドメスティックバイオレンスの女の人の役をやったりとかして、でね、つまりいかに男の人のある種の鈍感さがいけないんだってことをね、男性自らが表現したりとかね。でそれからもう一つはね、私はね、これが素敵だなと思うのは、東城町っていうのがあるんですよ。中国地方のこう山の山間部なんですね。でそこら辺っていうのはもう経済的にも成り立たなくなってたりとか、カスも進んでるのね。でそうするとね、男だ女だなんて言ってられないわけ。そうするとね、男の人たちがね、そういうイベントにね、一緒になってね、こう例えば食事を作ったりとか、手をしたりとか、エプロンなんかね、すごく自然に、うん、それでね、誰が何っていうのじゃなくて、金で解決しないやり方をね、あっちこっちで始まったのね。ですから条例の作り方もそうだし、で参加の仕方もそうだし、女性の意見とか女性の話し方とかやり方に対してもね、耳を傾けてて、いろんなことがね、こう本当に小さなことでも目に見えてくるようになったのね。それから男の人たちがなぜ自分たちは暴力を振るうのかっていったね、勉強会なんかもスタートしてる自治体がとても多いのね。あのね、男女共同参画は世界の課題なんですよ。奴隷制の女の人たちをね、あのどういうふうにしてあの対等な立場に持っていくのかっていうこと で、ただね、先進国の中ではね、日本は決定的に遅れてますね。要するに経済的には世界第2位でしょ。にもかかわらず女性の地位ってのはうっとこう抑えられてるのね。でその意味では非常に課題が多いよね。あのね、男女共同参画ってね、その個人の自立とかっていうね、あの言われ方しますけどね、私はね、その捉え方はね、少し違うと思う。つまりね、近代史の中で初めてね、男にね、お前は金以外の価値があるんだっていうふうにね、初めて言った法律なんですよ。男の価値は金だったでしょ。金以外何もなかったのね。ね、私ね、一人の男の背中にね、女房やね、子供たちのね、人生がね、全部追いかけるなんてね、自分の男だったらたまらないだろうなと思うね。うん、で非常にしんどい生き方を、ね、強いられてきましたから、ぐっと耐えてじっとこらえてね、負けるな泣くなやり返せって言ってね、あげくな私はさ、男の人を侮蔑する言葉、お前女みたいだって言い方でしょ、うん、そんなんではね、対等な関係は築けない、うん、でそれはね、男の人が差別的だからではなくて、そういうふうに仕込まれてきたのね、文化という中でね。だから近代史の見直しがね、今やっとその始まったのかもしれない、うん、多分ね、男の人がうんとキラキラと輝いて見える時代になりますよ。新須郷さんの講演会が開かれるなど、男女共同参画推進センターとして生まれ変わったアイホール、そのリニューアルの様子をご紹介しましょう。正面玄関を入ると右が事務室です。こんにちは、寺田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こうした玄関の正面に喫茶スペースが設けられてるんですね。はい、こちらは男女共同参画推進センターの憩いの場所としてご利用いただきたいと思っております。障害のある方の就業支援や社会参画への役割も果たしておりますので、多くの方にご利用いただきたいと思っております。またこの明るいね、ステージがいいですね。そうですね。下コーナーの隣がこうして託児室になってるんですね。広くてオープンなイメージですね。そうですね。お子様連れのグループには託児室を提供しております、はい、お子様たちにも楽しく過ごしていただけるように明るい雰囲気に改装いたしました。こちらが相談室です。こちらではどのような相談ができますか？こちらでは悩み事相談と結婚相談をお受けしております。悩み事相談では夫婦、嫁、姑、家族間の問題やセクハラ、ドミスティックバイオレンスなどのいろいろな問題に対応をしております、はい、
また結婚相談ではパートナー作りのお手伝いをさせていただいております。いずれの相談も男女ともご利用いただけます。この iPhone 自体の利用というのはどのようになっていますか？はい、男女共同参画の活動拠点としまして講座やセミナーを開催しております。また貸館施設としましては会議室、ホール、研修室、トレーニング室などがあり、会議や講演会、趣味的活動や健康づくりに幅広くご利用いただいております。はい、また男女共同参画推進団体に登録いただければ使用料の優遇措置もございます。男女共同参画推進団体というとなんだか難しいですね。そうですね、グループや会の運営に男女が共に参画し推進する団体であればいいので気軽にお問い合わせください。ぜひ皆さんご利用いただきたいですね。よろしくお願いいたします。男女共同参画というと固く難しい言葉のイメージがありますが、男性も女性も同じように一人一人の個性を生かして生き生きと能力発揮できる社会を作っていくことはそんなに難しいことではないのかもしれません。ちょっとした気遣い、ちょっとした心がけ、ちょっとした思いやりで私たちの将来は変わっていくのかもしれません。自分らしくみんなが輝く浜松にしましょう。